去年9月、県内に大きな被害をもたらした台風15号。浸水被害を受けた地域で活躍したのは、床下修繕などを担う技術系ボランティアです。今後の災害に備え、技術系ボランティアの育成が求められています。今月20日、静岡市清水区で開かれた台風15号についてのシンポジウム。静岡大学が身近な自然災害について市民に知ってもらい、防災意識を高めようと開いたもので、静岡大学の教員ら6人の講師が台風15号の被害状況や復旧に向けた課題について講演しました。地域社会学が専門の静岡大学情報学部望月美希助教授は、今後の災害に備え、床下修繕を行う技術系ボランティアの重要性を話しました。今後起こりうる災害に対して、ボランティアを育成していこうということをですね、復興のフェーズの中で、行っていくというところも、一つ重要かなと思っています。静岡市清水区では去年9月、台風15号の記録的な大雨により巴川が氾濫し、多くの家屋で床上・床下浸水などの被害が出ました。そこで床下の乾燥や消毒など専門的な作業を行い、活躍したのが、こんにちは、技術系ボランティア静岡豆隊です。今月24日沼津市での活動に同行させてもらいました。こちらのお宅は今年6月の記録的な大雨で浸水被害を受けました。この日は依頼のあった家の床下の状態を確認するといいます。防護服に身を包むと、床をライトで照らしながらほふく前進で状態を確認していきます。沼津で結構降った日があったので、そのせいかちょっと床がちょっとこう水たまりはないにしても湿度が高いというか、ちょっと結構濡れてるような感じがありましたね。湿気によりカビが生える恐れがあることから、もう一度床下の消毒に訪れることにしました。一方、こちらのお宅は床下浸水の被害に遭ったといいます。だいぶ水溜まってます。これまで濡れた部分の断熱材を撤去し、床下を送風機で乾燥させるなど何度かこの家を訪れていましたが、住人の女性に呼吸器のアレルギー症状が出たため、壁にカビが発生していないかチェックするといいます。工具を使い壁の一部を開けてみると、こちらはこの壁は、カビが今、発生してない、状態ですね、はい、幸いカビは見つからず、依頼者も安心した様子。気持ちがやっぱりね、前向きになりますね。それをやってくださるからすごいなと思って、やっていただいてよかったです。安心しますね。被災者を技術で支援するボランティア、しかし現在のメンバーは15人で、被災者のニーズに応えきれないのが現状で、仲間のさらなる育成に力を入れています。被災した当時もですけども、社会福祉協議会の方で一件一件確認をしているんですけれども、そういった中でも確認漏れといいますか、声は上げられない方、上げられないというか上げにくい方もやっぱ中にはいらっしゃって、依頼者さんすごい不安な気持ちでいっぱいでしたでしょうし、それがだんだんこう皆さん笑顔を取り戻してきて、それが僕らのやりがいにもつながっていますね、はい。